広島カンツリークラブは、広島県東広島市にある一般社団法人広島カンツリークラブが運営するゴルフ場である。最上コースと8本松コースがあり、8本松コースでは全国規模の大会が過去複数回開催されている。1955年、地元財界の要望で誕生。同年10月に最上コースが丸茂信勝上田治の設計で開設。1963年、8本松コースが上田治の設計により開設。1972年、広島テレビ放送が開局10周年を記念して、8本松コースにて男子ツアー、広島オープンゴルフがスタート。翌年には女子ツアー、広島女子オープンゴルフが開催され、それぞれ2007年1996年まで行われた。日本女子オープンゴルフ選手権競技は過去2度、マツダジャパンクラシックは過去1度開催されたことがある。1994年アジア競技大会ゴルフ競技会場でもある。1981年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。適度なアップダウンがあり、全体的に8本松コースよりも広く全ホールが松林によりセパレートされている。1981年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ほとんどアップダウンを感じさせない設計で全体的に最上コースよりもやや狭く戦略性が高い。全ホールが松林によりセパレートされている。ありがとうございます。